テレビチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、平野達也です。こんにちは、ブランカです。今回も大塚さんが日本の山口県防府市からレポートをしてくれます。第2回目の今回は観光スポットに焦点を当ててみたいと思います。ブランカに後で谷田さんとかの俳句も読んでもらうから頑張って頑張ります。よし、じゃあ大塚さん、お願いします。皆さん、こんにちは。大塚雅彦です。セルビアチャンネル、前回に続きまして山口県の防府市からお伝えします。今回は、セルビアとの関わりを少し離れまして、防府市の観光スポットを中心にお伝えしていきます。今私がいるのは防府で一番の観光スポット、防府天満宮です。防府市は昭和初期の自由律俳句の俳人、種田三等家の生まれた町としても知られています。町の中心部にはいくつか三等家の作品である句碑があり、句碑巡りを楽しめるようになっています。ふるさとの水を飲み、水を浴び、
雨降る。ふるさとは裸足で歩く。草はさこがママの蝶々。ひょうひょうとして水を味わう。何を求める？風の中行く。生えて伸びて咲いている幸福。暖かく人も空も。日本庭園が有名な毛利家本邸に来ています。山口県防府市からの2回目のセルビアチャンネル、いかがだったでしょうか。山口県には萩、下関といった有名な観光都市がありますけれども、この防府市も観光ポテンシャルは高いように思えました。日本の視聴者の皆さん、そして字幕を通してご覧いただいているセルビアの視聴者の皆さんも、機会があったら防府を訪れてみてはいかがでしょうか。お疲れさん、ありがとうございます。いやすごかったね、最後 の、 あのマラソンタヌキ、謎のマラソンタヌキだからね。超かわいい、超かわいい。防府ぜひ行ってみたいね。はい、皆さんももしよろしければ山口県防府市訪れてみてください。最後にチャンネル登録はこちら、次のおすすめ動画はこちらです。ということで、じゃあまたね。